はい、皆さんこんにちは、ピカです。ボーダーランズ3やっていこう。星々の影、スイッチを使う。やれやれ、面倒なこった。エリディアンは運動量に無頓着だな。無知を持っててよかった。では上で会おう。いやいや、上で会えんのか。オッケー、行ける。あっちか。こっちだ、こっち。ん？お前がこっちだ。これはねえパパ、いや、何、新しいファミリーに挨拶してよ。行くぞ、居場所がバレてる。急げ。わからねえ。昔ながらの打ち返しやつだ。よし、はい、な、当たっちゃった。隠れなきゃ。まあ当たらない前提ですから。さあ、戦いの時間だ。当たった。お楽しみの時間だぞ。生きて帰れないと思え。思うなよ。来てるよこれ。セールっぽいやつだった。ショーは気に入った。気に入ったの。くっそ。くそ。なんで嘘でしょ。こいつは痛いぞ。どうだ。わ、ちょこまか動くな。外れちまったか。なんだあのフランケンシュタインみたいな。よし。ほほっちょ。あれは？死んでる？練習台にちょうどいいわ。これは生きてるな。嘘。あ、ちょっと下か。あいつは私がやろう。私にもやらせてよ。私は最強。そうよ。お前たちの出る幕じゃないぞ。ちょっと待って。ありがとう。悔しいな。落ちたか、落ちたんだったか。
あれは味方か。お前に決めたぞ、若い。行こうか、マジで。いったーい。行く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 、この下行く。あんあん。いや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 、これはお前ワープだよ。お前どこだい。ワープできねえわな、これもったいねえな。死ぬか、もう死ぬしかねえよな。そう、座布団2枚よ今の。なんかおい、落ちるな今回。今回落ちますね。といって、なったか。リロードなってるか。なってる。昔ながらの打ち合いってやつだ。外れた。飛んだ。ガキの遊びだね。こっちだろう。さっきみたいに鍵を捧げるんだ。うん。早く来て。もうすぐマシンにパンドラを封印できるだけの力が集まるわ。続けて。さて最後だぞ。こっちだ。気を引き締めろ。うん。どっちだ。よし、スキルポイント。うん、これあんまりちょっとなんか役に立ってんのかようわからんだ。ならば距離に応じて射撃。うーん、まあこれにすっか。こっちだ、こっち。わかった。はいはい。楽勝だな。若い子に。私は絶対デストロイヤーを手に入れる。カイリン、お前は自分のしてることが分かってない。デストロイヤーという名にはちゃんと理由がある。本当に星を食うんだ。私が先に食ってやる。よし、盾持ちいたよな。片付けるぞ。どうだって。ああ、植物に反応してしまった。
植物か。これはあのチビの頭によく似てたから。飛べ。やべえ、あいつか。バカプロン、後ろ。孤独は美徳にあらずか。そうや、うん、おそらく両方のスイッチを同時に使えってことだな。お約束だ。おっと、宇宙滅亡の危機だった。集中しよう。孤独は美徳にあらずって、どう両方のスイッチとどう結びつくんだよ。行くぞ。悪くないぞ。ネクロタフィオの像は近い。急ごう。外れてる。何でもいいから、とにかく先に蹴散らすぞ。やばい、スナイパー。どこだ、どこだ。外れちゃったか。あくば。次。止まんな。楽勝だな。グレネード行こう。いやいやいや。死んでる敵に当たってもしょうがねえんだよな。無様でも練習じゃ。
スナイパーか。回復見っけ。いい感じ。なんだ、あ、なんか溶けたぞ。どう？横にいる。そこでリロード感、ほんとかっこ悪いよな。クリティカルチャンスせっかく取ったと思ったらリロードだよ。せーのもう練習し続けないとどうもできんな、これ。盾持ちはちょっとスナイパーと相性悪いからやっちまえ。向きにならずに、まあこの状況でスナイパーライフルっていうのもね、まあ選択間違ってるわね。それ当たんねーって向きになってたらしいんだわ。ネクロタフィオの像だ。ワクワクするな。鍵を備えたらものすごいことになるぞ。
すべてのボルトと接続できたわ、うん、戻ってきて、うるわしのタイフォー。ボルトハンターも来ていいわよ。リリス、あなたもこっちで見たらどう？今向かう。タニス、これ成功ってこと？タニス！ここでいいのか。ちょっと待て。しっかりとマップを見るんだ。ここでいいな。うん。OKOK。まあまあまあ、ここでファストトラベルしよう。弾薬買って。よし、ちょっと、あれ売ります。武器売ろう。よし。ボルトは全てつながったけど起動はしてないわ。まだパンドラは開こうとしてる。セイレーンの力がいるのかも。そう、だったら私がやるわ。どこかのニヒリストも死に際に行ったでしょ。当たって砕けろって。今ならわかるわ。見ろ、信じられない。タニス、大丈夫？ええ、すごい力が私を伝って流れてる。絶頂中ですか？いいぞ、動いてる。そう、それじゃ止めないとね。 COV が来る。エヴァ、タニスに近づけないで。分かってる。これが最後だよ。頼むよ。私を忘れるなよ。終点だよ、スーパーファン。あんたのね、子供の頃トロイと夜空を見上げて星になりたいねって言ってた。トロイは銀河で一番眩しいやつがいいって。カイリン、もう要すんだ。だから私たちはここを出た。ボルトハンターになるためにパンドラに向かった。究極のボルトを開いて銀河で一番の星になるために。カイリン、やばい、スナイパー。お前の思っているような原発にはならない。今はめっちゃ小さい夢だよね。神にはふさわしくない。私は宇宙の星を残らず食い尽くす。一つずつ私以外に光がなくなる。あいつもか。どこ？オッケー、いけた。私の前に立たないことだね。ここにいっぱいいる。グレネード行くぞ。アミリリスか。なんか引っかかってる。あの瞬間ワープやろ。あいつに似てるね。あの屋敷に似てる。
スと一緒だな。行く。逃げろ。避けろ。いい感じ。うそー、雑魚敵どこだ。助けて。オッケー。あの一撃ほんとやめろ。あんなんもう無理だろう。セカンドウィングできるようにチョコでも削っておけ。だそれ無理だっつーの。お前どうもできん、それどうもできん、あかん、汗もかかない、そうどうもできん。雑魚敵の近くにいろ。ボスどこ？せめてボスドクロにしとけ。わからん。終わらせてやる。ボーダーランド3、今作レベル上げても一緒やねん。レベル上げてもことごとく追いついてくる。あ、リリスか。あと少し。来たよ。続けて。これ前もやったじゃん、リリス。もう飽きたよ。なぜスターライト。離せ。二度とお前の手を離しはしない。腰抜けジジイ、全部あんたのせいだ。一部私たちのものだったのに、こんなところに閉じ込めて。守りたかったんだよ。知るか、私は私のものを手に入れる。本当にすまない。あの子を止めるんだ。何としてもだ。一つ約束してくれ。決して絶やすなよ、ボルトハンターの名を。約束する。
残念よ。このままじゃパンドラが粉々になる。でもタイリーンがデストロイヤーの力を吸収したら、それだけじゃ済まない。あいつを止めよう。タイフォンのおかげで生き延びたけど、チャンスは残り少ない。リリス、タイリーンの行き先への近道を見つけたかもしれない。このマシンは恒星間の距離をも超えられる。だからうまくやれば、そう、パンドラとの接続を利用してポータルを作れるわ。ボルトハンター、あんたがいなかったら私たちはもう1000回は死んでた。前線に立つべきだって自分に言い聞かせてきたけど、一歩引いて戦士に任せなきゃいけない時があるって今ならわかる。これはあんたの戦いだよ。成功よ。私の数あるスキルの一つに時空間操作も加えていいんじゃないかしら。いよいよだよ、デストロイヤーが出てくる。準備はいい？デストロイヤー、私は戦いから逃げないよ、リーダー。よし、勝つにしても負けるにしても最終決戦の場はパンドラ。ポータルをくぐって大輪を探して向こうで合流する。わかったわ。もうね、ほんと2周目だけはもうめちゃくちゃもレベル上げて、もうボッコボコにしたい。もうあのプライドも何もねえから、ただただボッコボコにしたい。なんだ、オレンジくれ。まあね、これあの取るまあクエストの報酬以外のさ、取る武器ってほぼクソ武器だよね。まあだからあの一回一回ね、これね、クソクソクソにゴミゴミゴミにするのの方が必ず多いんだよね。あ、これいい、これいい、これ装備ようやく29から35。お、これいいな、これもらったのか。オッケーオッケー。まあ、ほぼいらないんだよね、36。うん、まあだからまずね、持ってる武器というか、お気に入り以外の武器をすべてあのゴミにするっていう選択あってほしい。ほんと非常にこれ、普通の丸ボタンでクソにするならまだしも、L3 押し込んでクソ、ゴミゴミゴミにするのね、かなり嫌なんだよな。まあそういうお気に入り以外を全てゴミにするっていう選択肢もあってくれたら非常に嬉しいんだよ。まあ4はぜひそうしてくれないか。あっちか、ファストトラベルじゃ。っていうかサンクチュアリか、違うよね。そしたらここだ。あ、これか。
頼りにしてるよ、ボルトハンター。デストロイヤーが星を割ろうとしてる。タイリンを止めて。パンドラは最低な場所だけど、それでも私たちの星なんだ。タイリンを止められたとしても、エルピスがパンドラに近すぎる。グレートボルトが開くのは止まらないわ。それはタイリンが死んでから考えよう。世界の終わりは一度に一つずつ片付けなきゃ。タイリンだと。衛星軌道まで来たわ。サンクチュアリから見守ってるからね。今にもパンドラに風穴が開きそうだけど、一人で戦わせたりしないわよ。いやいやいや、ちょっと待ってよ。ああ、ここボスね、おそらく。だよね、ボスだよね。はい、それでは今回はここで一時区切ります。ではまた次回この続きやっていきましょう。またね。